独裁創作は売れない。最近、多少疑問を感じないこともない。ただ、個人的な体感、それとして、売れたことがない、のだが。ただ、想像したことはある。誰か、が妨害を、しているのでは？しかし、その場合まず、郵便局を抑え込む必要があって、しかも、同人即売会場に、自分の作品を持って行ったことが、ないわけではない。あのお客が、すべて、動員、何らかの思想か宗教によるものだったということになる。現実の場合。ネットなら、まだわかる。何らかのプレッシャーでためらいは生じるし、数値の制御でいくらでも見かけ上は制御、それ、が可能だ、が。しかし、物理的な問題、だ。郵便物が途中で引き返してきたらそれは問題だろうし。確認のメールもない。それは難しい状況。個人を取り囲むことくらいならば可能かもしれないが、自分だけか？